プロキシ、信号の感じだと今から探しに行くデュアルショベルはこの辺りにいるみてえだ。ここは工事エリアじゃねえから俺らにキャロットはねえ。つうわけで頼りにしてっからな。任せてくれ。必ず依頼料に見合った仕事をしてみせる。ジャトヤの連中も言ってたぜ。パエトーンは依頼料こそちったばかし高えが仕事は完璧だってな。よし、まずはデュアルショベルについて教えてやるぜ。デュアルショベルが行方不明になる前の話だが、現場で出た廃材を運ぶために毎日持ち場を往復させてた。見た目の割に身軽で仕事の早いやつなんだぜ。興味あいつなしじゃ回んねえんだ。どうしたベン。あ、いや今の話を聞いてふと大昔の物語を思い出しただけだ。おう、熱血男児の物語だな。ああ、どうだかな。主人公は確かに男だが、熱血かどうかまではわからない。かいつまんで話すと、巨大な石を永遠に押し上げる罰を受けた男の物語だ。これはあくまで俺の憶測だが、うちの会社の知能機械は日に日に頭が良くなってた。ロンリコアをアップグレードされたデュアルショベルはついに持ち場を往復するだけのつまらない仕事に嫌気がさしたんじゃないだろうか。それでホロに。持ち場を往復するだけのつまらない仕事だと。ベン、それはちげえぞ。物語に出てきた男もうちのデュアルショベルも毎日立派に筋トレしてたんじゃねえか。本物の男はね、そういう仕事をないがしろにしたりしねえんだ。なんたって筋肉を作り上げるのは日々の鍛錬だからね。それにだ、一見大したことねえような積み重ねこそが魂を昇華させるんだぜ。そうやって磨かれた魂はダイヤモンドより頑丈になる。正直少し心を揺さぶられたよ。プロキシ、いや兄弟、お前とは気が合うと思ってたぜ。ほら行くぞ。まずはデュアルショベルを見つけてグレースにじっくり点検させるのが最優先だ。道中の障害は俺に任せる。警告、複数の敵個体を検出。ふん、望むところで。行くぜ兄弟。アンド、勝手に飛び出しちゃダメじゃないか。やっちゃったよ。
これが男のやり方だ。この後も俺に任せときな。あのエーテリアスが背負っているのはミキサー。なんというかワイルドだね。やれ！位置エネルギー最大。てめえも熱くなれ！には未完成に終わった多くの建造物が立ちふさがっています。目標の捜索にはこの隙間をくぐり抜けていく必要があります。あなた様の体格でしたら何ということもないでしょう。補足、エージェントベンビガーについてはいくらか困難が予測されます。兄弟が突っかえちまう。そっちには行けそうにねえな。安藤、その場で待っててくれ。俺たちが何とかする。マスター、ここに留まっていても意味はありません。次の目標ポイントへ向かってください。
な探索ルートを算出中。だがルート上のエーテリアスはどうする？問題ねえ、こんなの朝飯前だ。何人たりとも俺たちを阻むことはできねえ。デュアルショベルを探そうぜ。ドアの情報を解析しました。指定された額のギアコインを支払うとドアが開く。残念ながら施錠機構がち。依頼目標と推測されます。見ろ、ありゃ確かにデュアルショベルだ。構えやしねえ、俺と兄弟の相手じゃねえぜ。次々と囲まれた。いくら来ようと俺たちは止められねえ。危険な敵個体が接近中。ちょっとやりがいがあるってもんだ。ほんと熱血バカなんだから。うちらも行くぞ。おちびちゃんまであのバカに当てられたのかい。社長。
かせて。社長、任しといてください。安藤交代。敵は強い。みんな大丈夫かい？安心しな。この程度のやつとは何遍もやり合ってきた。それにな、男はそうやすやすと音を上げたりしねえもんだぜ。止めらんねえよ。爆破試験。爆破解体を始めよう。はっ。よーい、ドン。俺らの番だ。気負ったな。待ちくたびれたで。あ、なんか偉そうっすね。つうか、なんだよそのボイスは。お前、論理コアが壊れてんじゃねえか。帰って点検すんぞ。病院にガキ連れてくんのちゃうんやで。俺ちゃんは堂々たる男なんや。男だ。男はダダをこねたりしねえ。自分言うやんけ。気に入ったね。ほな男同士真剣勝負と行こうか。おう、男同士の決闘だな。マジで行かせてもらうぜ。なめたらあかんね。俺ちゃんのパワーを見せたるわ。やっ、エルコは育つっすよ社長。姉貴、変われ。打ち砕く。やーっ、もっと、やっ、真っ向勝負。くらえハンマー。俺らの番だ。落下点は君の前。爆破解体を始めよう。デュアルショベル、なんだって逃げた。俺ちゃんに勝てたら教えたってもええで。メカでもいじってな。社長、任しといてください。安藤交代。ドン。これでも食らいな。スキアリこいつ、重機にしちゃ随分すばしっこいな。
やろう。どさくさに紛れてずらかるつもりだ。無駄な努力お疲れさん。そろそろ諦めたらどうや。会社には戻らへんで。俺ちゃんが堂々たる男なんや。しょうもない雑務に収まる器ちゃうねんぞ。待つんだ。業務内容に不満があるなら社内で調整できる。これ以上騒いだらエーテリアスに嗅ぎつけられてしまうよ。ひとまず私たちと帰ろう。ホロー用工業デュアルショベルハンス。ザキャシア、そのダッサい名前で呼ぶな。俺ちゃんのメンツが丸つぶれや。男の名前はな、己で決めるもんなんや。それもパンチを効いたしっぽい名前やないとあかん。せや、どうから俺ちゃんの名前は。俺ちゃんの金星もここまでかいな。男だなんだとほざいといてよ。てめえの覚悟はその程度のもんかよ。自分なんで助けたんや。立派な夢があんだろうが、そう簡単に諦めちまったらもったいねえと思わねえのか。忘れたとは言わせねえ。俺ら二人の真剣勝負、決着はついてねえだろ。せやったな。安藤の兄貴。待ってくれ、どういう状況なんだ。ツッコミどころは多々あるけど、この子はもう大丈夫みたいだね。兄貴、ほな俺ちゃん帰るわ。兄貴を見習って本物の男になるための修行をするんや。小さいことからコツコツやるで。ぬ、一緒に頑張ろうぜ、兄弟。そういや、まだお前の新しい名前を聞いてなかったな。俺ちゃんの新しい名前はな、黒金男児100連成功エンジン点灯ハンス。いや、ハンス、残ってるけど。おかえりお兄ちゃん、お仕事お疲れ様。さっき白義重工から連絡が来たよ。今から見つけた2台の知能重機を点検するみたい。最後のパイルドライバーだけど、ベンさんが位置を特定したら DM で知らせるって。パイルドライバーを見つけるのも時間の問題って感じだね。今すぐ結果が出るってわけでもないけど。お兄ちゃん、それまでは何かやることでも見つけて暇を潰したら。
私はあくまで技術屋だよ。私はあくまで技術屋だよ。私はあくまで技術屋だよ。私はあくまでテクニカルサポートだね。じゃあトヤ総括はここだよ。ファーイ出発わたんだ。この可愛さ爆発級。はっ、もう一回やらせて。準備完了。私はあくまで技術屋だよ。
まだ標的がいる。続けようか。あるところに光あり。ターゲット確認。感電注意。
私はあくまで技術屋だよ。準備完了。こちらアンビ、配置についた。出動ファーイ、出発。わかんな。ところに光あり。
避成功。お残しはダメだよ。排除する。はい。はいはい。よし。
銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。準備完了。じゃあトヤに書く。私はいつでも出動。ご飯は出る。私は悪魔テクニカルサポートだね。奥のエリアへと進めます。
この可愛さ爆発級呼んだ。制御室に向かい、中央エリアへの列車を起動してください。始めよう。お悩みお悩み飛んでけ。ドリン排除する。感電注意。もう一回やらせて。デンジャー立てます。熱あるところに光あり。はっ、行く。綺麗だろ。君で試しちゃおうかな。了解。どこかに。
がありましたら挑戦を受けてみましょう。列車が再起動しました。私はあくまで技術屋で準備完了。
出動？ご飯は出る？よう、プロ騎士。何か困りごとか？のための停車台が間違った方向を向いています。了解。向かい、転車台を操作してください。
道が開かれました。最終目標ポイントに向かいましょう。ところに光あり。それ。レンジャー。援護に来たよ。お悩みお悩み飛んでけ。ドイン。放電。感電注意。始めよう。変更のための停車台が間違った方向を向いています。制御盤の元へ向かい、停車台を操作してください。ラジャー。よし
プルアタック、総核到着、やーダッシュ、ダッシュ、行くよ。爆破解体を始めよう。それ危なかった。指示に従うわ。来たよ。進路が正しい方向に調整されました。了解。はーい。ポイントに向かいましょう。興味がありましたら挑戦を受けてみましょう。呼んだ。この子の可愛さ爆発級。
始めよう。
進路変更のための停車台が間違った方向を向いています。制御盤の元へ向かい転車台を操作してください。始めよう。道が開かれました。最終目標ポイントに向かいましょう。ありましたら挑戦を受けてみましょう。
この子の可愛さ爆発級。はしました。はい。呼んだ。ところに光あり。援護に来たよ。